はい、どうもウィークチャンネル懸命です。中田です。ユキ髪にユキ積もっとるよ。中田さん寒い寒い、ね、北陸は何度でしょうか。今今はマイナス2度でございます。本当ですか、うん、あなたちょっともうちょっとこっち来られユキ積もっとるよ。さあ久しぶりですね。はい、ちょっと実は私がね、うん、ウィング富山店に来てしまいましたので久しぶりだね。そうですね、1ヶ月ぶりぐらいに一緒に撮影をします。雪、寒ない。寒い、中入りましょう。さあ、本日は今、話題沸騰中の、ジラールペルゴ、ロレアートのご紹介です。なんか、噛み合わない感じ。パチパチして、こっちなんかこんなのして、俺パチパチしてこんなしてたもんね。なんか、いきなり、ね、年明けぐらいからですかね。もともと、そのジラールペルゴってブランド自体は、まあ、すごい人気なブランドだったんですけど、まあ、どっちかといえばその結構時計マニアじゃないですけど、時計がかなり好きな方が買っていくブランド、知ってる方の方が少ないかなとぐらいのブランドだったんですけど、ここ 2,3 ヶ月で今まで過去ないぐらいの問い合わせと販売があったブランドがこちら。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいよね。でも本当にすごいよね。本当にあの県外の方とかも海外の方とかもメール来たり、うん、もうなんかロレアートありますかって今までなかったよ、うんうん、そうそうそう。でもなんか最近なんかロレアートありますかって言ったら、うん、またかみたいな、そうそうそう、感じになってきてるもんね、こっちもね。じゃあまずはジラールペルゴっていうブランドについてですけど、はい、ブランドどんなブランドでしょうか。日本に初めて入ってきたと言われているスイスの時計ブランド、はい、博来時計ブランドになります。時計の歴史を語るには、うんうん、絶対1回はね出てくるブランドだったりするよね、うん、でもまあ中でもこのロレアートっていう時計が、うん、まあ今オーデマピゲのロイヤルオークだったりとか、パテックフィリップのノーチダスとかラグジュアリースポーツっていうのもすごい流行ってると思うんですけど、ロイヤルオークとかノーチダスの前から実はこの形で存在してるっていうのがこのロレアートになります。ノーチダスとか、ロイヤルオークはジェラルド・ジェントさんっていう有名なデザイナーが、まあ、手掛けられたってことなんですけど、こちらロレアートは時計のデザイナーじゃなくて優秀な建築士の方がデザインされたってことで、かなり美しいデザインになっています。こちらね、文字盤もね、はい、フルートパリ文字盤で、はい、うん、パリの石畳をイメージで作られているような文字盤なので、ね、めっちゃ綺麗じゃないこれ。なんかすごい光沢があるというか輝いて見えます ね。別になんかダイヤとか使ってるわけじゃないのに、うん、こんだけやっぱキラキラ見えて、うん、はい、室内で見るのと屋外で見るので全然ね違う感じもするしね、はい、かなり美しい仕上げになっております。このあとベゼルですよね。はいはいはい、この青銅の円盤をモチーフにした円とこの八角形のベゼルが重なってるっていうのがいいよね、おしゃれよね、うん、あんまりなくて本当に特徴的なのとは。なんか八角形のケースとか、まあ、その丸のケースとかは結構あるけど、うんうん、丸みを帯びたケースの中に丸が入ってその上のベゼルが八角形って珍しくない、うん、すごい仕上げが結構こういう細かいとこもやれてるっていうのはGP のいいところかなと、ね、あと面取りよね、ここら辺がもうすべて、角が全部その面を取ってあるので艶なし仕上げとこの角のポリッシュ艶あり仕上げが、まあ、交互に重なって細かく塗ってみるとやっぱこういうところで低く高級感出してるのかなと思います。やっぱね他のブランドとは違いますね、この辺がやってるね。違いますねそれで薄い機械式なのにこの薄さ、ね、薄いよね。機械式時計って結構やっぱ厚みがある時計が多いんですけど、まあ、その中でもかなり薄い、カジュアルにも全然つけてもらえますし、うんうん、ビジネススタイルのスーツとかにも全然つけていただけるデザインかなと思います。ケイさんつけてみてください。わかりましたよ。防水 100m パワーリザーブ54時間。この色可愛いけどな、ね、うん、パッと見明るめのシルバーっぽく見えるけど、うん、なんかちょっと暗いところではちゃんと暗めのグレーになる。場所によって色変わるもいいよね。はい、いいです。しかも 42mm なんだけど、うん、なんかそんな大きすぎないし、ね、サイズ感全然感じさせない大きさなんで、はい、すごいかっこいいかなと思います、ね、ロレアートのサイズ展開でいうと、まずこれが 42mm だね、うん、はい、と38はちょっともう廃盤になっちゃったんですけど、あと 34mm のクォーツが、ね、はい、あるよ ね、はい、ここで懸命のうんちくポイント、クォーツ、はい、まあ、クォーツはね、ジラールペルゴがそのクォーツ時計の 32768MHz っていう振動数があるんですけど、32768MHz っていう基準値があるんですけど、それは実はその基準を作ったのもジラールペルゴ、懸命のうんちポイントでした。すごいね、本当でも、ね、機械も本当に日本に初めて入ってきたのも、まあ、ジラールペルゴって言われてますし、機械の中の基準を作ったのもジラールペルゴって言われてるんです。すごい時計ブランドです、はい、めっちゃ余談ないけど、はい、読めんくない？読めん？ジラールペルゴ、あ、読めないです。ジラールド
ペレアグ、ね、ペレアグ、ペレアグ UX GP ですね。 GP です、ね、いや奥が深いですね、はい、知れば知るほど。時計としてかっこいいって当たり前なんですけど、うん、歴史とか知れば知るほど魅力が、噛めば噛むほどじゃないですけど、噛めば噛むほど魅力があるブランドですので、ぜひいろいろ調べていただければと思います。ジラルテルゴ、ロレアとかなりちょっと今ありがたいことにご好評いただいてまして、ね、すごいよね。そう、店頭に今実は物がない状態になっております。ステンレスモデルはもうこれ1本ですもんね。そうです、ウィング全体で1本なんで、やっぱ青文字盤とか黒文字盤とか、うん、まあ、シルバーとか人気の文字盤は全てご予約で承っておりますので、ただお気軽にお問い合わせいただければと思います。今回はジラルテルゴ、ロレアとのご紹介でした。はい、そこも入れたらおもろくなる。